ロバート・ゼーリック、ロバート・ブルース・ゼーリック、ロバート・ブルース・ゼーリック、1953年7月25日体は、アメリカ合衆国の銀行家、第11大世界銀行総裁、アメリカ合衆国国務副長官、アメリカ合衆国通商代表を歴任し、民間企業では、ゴールドマン・サックス証券の国際戦略部のマネージングディレクター兼代表を務めた。 ゼイリックはこの他にも多くの民間と公的組織での役員として役目を果たしている。アリアンスキャピタル、制度ホールディングス、およびプレキューサーグループなどがあり、エンドントビベンチャーの顧問会議のメンバー、アスペン研究所の戦略グループの指導官、外交評議会、合衆国のドイツのマーシャル基金、および世界野生生物諮問委員会として、そして、ウィリアム公園長官の防衛政策委員会の メンバーでもある。彼は外交評議会と日米王委員会のメンバーである。彼のキャリアはビジネスと政府とが密接につながっていることを示している。ゼーリックはイリノイ州のナパービルで育てられ、ドイツ人とオランダ人の地が流れている。綴りがゼリック。1975年にスワースモア大学卒業後、ハーバード大学養成大学院ケネディスクールで 修士号を取得、さらに、同大学法律大学院で、法律学博士号を取得した。ジェイリックは1985年から1988年まで、財務省の様々な要職に就いた。ジョージ・ H.W. ブッシュ政権に、国務省顧問、経済担当次官として、国務長官のジェームズ・ベイカーと共に貢献した。 1992年8月にはホワイトハウス副主席補佐官と大統領補佐官に任命された。また、1991年と1992年の G-7 経済サミットではシェルパに任命されている。政府を離れた後に、ゼイリックは1993年から1997年まで連邦の機関の副総裁に任命される。 1997年から1998年までは、米国海軍兵学校に国家安全保障の教授として務め、ハーバード大学のジョン・カイ・ケネディスクールでも、ベルファーセンターの研究員として務めた。また、ゴールドマン・サックスのアドバイザーとなった。2000年の大統領リットル選挙では、コンドリーザ・ライスが導くグループの一員となり、外交政策アドバイザーとして、 ジョージ・ W ・ブッシュ陣営に参加した。ジョージ・ W ・ブッシュ大統領の一期目、事務総局の米通商代表部に参加した。米通商代表部ウェブサイトによると、J クは中国と台湾の世界貿易機関加入に向けた交渉十字、ドーハでの WTO ミーティングにおいて、新しい多角的通商交渉を始めるための戦略立案、上段自由貿易協定。 ベトナム貿易協定の際の議会監視など多くの局面で活躍し、2002年には新しい貿易促進権限を含んでいたトレード条例を通すため議会と共に活動した。2005年1月7日、ゼーリックはジョージ・ W ・ブッシュ大統領から国務省の実務を担当する国務副長官に指名され、2005年2月22日に就任した。 当初は国務次官を務めていたジョン・ボルトンがその地位につくはずだったが国務長官に就任したコンドリー・ザ・ライスとソリが合わないことからジェイリックの名が浮上する。しかし2005年5月25日ニューヨーク・タイムズ氏はジェイリックが自らの劣勢に疑問を持っておりすぐにでも辞職する可能性があることを報じた。ジェイリックは最低1年間国務副長官として 役目を果たすことに同意したが民間部門に戻るというゼイリックの願望は広く知られていた。ゼイリックの国務副長官就任は日本にとっては前任のリチャード・アーミテージが築いた日米密月時代とは打って変わり日米の間に隙間風を吹き込む。アーミテージ時代に設立された時間級の日米戦略対話はイリックの在任時代ただの一度も開かれておらず他方 中国に対しては、ブッシュ政権一期目に掲げていた戦略的競り相手から打って変わり、責任あるステークホルダー、利害共有者という位置づけをしている。台湾に対する対応は、日本以上に顕著なもので、陳水編総統が国交を持つ中南米訪問の際には、給油のみを認め、米国国内での政治活動は一切認めなかったほどである。ちなみに一期目においては、 陳総統は、ブッシュ大統領の地元である、テキサス州滞在を許されている。日米間で行われなかった戦略対話は、米中間においては何度も行われている。そのため、ゼーリックの国務副長官就任が取り沙汰された際、日本の外交当局者や山本和田参議院議員などは彼に対する警戒感を示していた。2007年7月、 世界銀行総裁に就任。2012年2月、同年6月の任期満了に伴い、世界銀行総裁を退任することを発表する。総裁退任後は、ピーターソン国際経済研究所、特待客員研究員やハーバード大学、ケネリ、行政大学院科学国際関係ベルファーセンター、上級研究員を務める。8月、ミッドロムニーの9月に設置予定の、 政権移行チーム内の外交、安全保障問題担当に就任。2016年3月2日、共和党の外交政策専門家60人が2016年大統領選挙で共和党から出馬している実業家、ドナルド・トランプを批判する書簡を公表した。この書簡には、ジェイリックの他に元国土安全保障長官や元などが署名している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。